橋づくしは、三島幸男の短編小説。銀座や築地界隈を舞台に、陰歴8月15日の満月の夜に7つの橋を渡り、願掛けをする4人の女たちの引きこもごもを、数学的な人工性と古典的な美学とを巧妙に組み合わせて描いた作品である。誰が最後まで橋渡りに成功するかの道行きから、オチの意外性。 優れた技巧と構成で多くの文芸評論家や作家から短編の傑作として高い評価を受けた。1958年10月には三島が書いた舞踊用台本で舞踊劇が上演され、1961年7月にはシンパで劇化上演された。1967年度のフォルメントール国際文学賞で第2位を受賞した英訳の短編集。 真夏の詩その他の中の一作となっている。1956年、文芸雑誌文芸春秋12月号に掲載された。単行本は、翌々年1958年1月31日に、文芸春秋新社より刊行された。同書には他に6編の短編が収録されている。その後、1968年9月刊行の、次戦短編集。 花盛りの森、遊国に収録された。1971年1月には単独で豪華、限定版も刊行された。翻訳版は、ドナルド・キーン分けをはじめ、イタリア、ドイツ、フランス、韓国、中国など各国で行われている。三好橋印歴8月15日の夜、新橋の料亭、米井の娘、雅子は、芸儀の小弓。 かなこと一緒に願掛けに出かける。それは満月の深夜、無言で後戻りすることなく、七つの橋を渡って祈ると願いが叶うというものだった。まさこの願いは、俳優のアールと一緒になりたい。まさこと同い年の二十二歳の芸儀、かなこの願いは、良い晩ナが欲しい。四十二歳の小太りの芸儀、小弓は、お金が欲しいのである。 この三人と、政子の家の新米女中の田舎娘、皆が、お供として願掛けに加わった。願掛け参りのルールは、七つの橋を渡るときに同じ、道を二度通ってはいけない。今夜の願寺は、お互いに行ってはならない。家を出てから、七つの橋を渡りきるまで、絶対に口を聞いてはいけない。一度知り合いから、話しかけられたら、願はすでに破られる。 橋を渡る前と渡った後、それぞれ合計十四回、手を合わせて、お祈りをするなどである。四人は、願掛けの橋に向かって歩き出した。月が出ており、町は寝静まり、四人の下駄の音が響いている。最初に渡る橋は向こう岸に、区役所のビルが見える三吉橋である。この橋は三差の橋で、二つの橋を渡ったことになる。マ子は手を合わせて祈っているとき、 ふと女中の皆を見ると首相に何かを記念していた。自分と比べて、どうせろくな望みを抱いていないのだろうと政子は、思ったりした。第三の橋は、築地橋である。ここを渡るとき、初めて潮の匂いに似たものが嗅がれ、生命保険会社の赤いネオンが、海の予告の標識のように見えた。芸儀の金子は出る前から少しあった腹板が激しくなってきた。 何かに当たったらしい。次の橋を目前にして、かなこは脱落してしまった。第四の橋は、入船橋で、残りの三人は、無事に渡った。第五の橋まで、大分道のりがあり、左方の川向こうに、清路課病院の頂の、大きな金の十字架が見えた。第五の橋は、暁橋である。独独しいほど、白い柱の橋だった。 もうすぐ渡りきろうというところで、戦闘帰りの浴衣の女が、小弓に気さくに声をかけた。小弓は脱落した。いくら返事を渋ってみたところで、一度知り合いから、話しかけられたら、ガンはすでに破られるのであった。第六の橋は、境橋である。緑に塗った鉄板を張っただけの小さな橋であった。かけるように渡ると、まばらな雨粒が降ってきた。 政子は皆と二人だけになり、この見当のつかない願い事を抱いた岩乗りな山出し娘の存在が不気味になってきた。第七の橋は備前橋である。川向こうの左側は築地本願寺である。橋の前で記念しているとき、政子はパトロールの警官に不審尋問されてしまった。政子は代わりに皆に答えさせようと、そのワンピースの裾を引っ張ったが、 皆も、堅タなに黙っている。雅子は先に駆け出して、逃げようとしたが警官に腕を掴まれ、思わず、痛いと声を発してしまった。橋の先を見ると、一緒に駆け出した皆が14回目の最終の記念を、黙々とこなしていた。家に帰った雅子は泣きながら、母親に、皆の気の利かなさを訴えた。一体お前は何を願ったのかと皆に聞いても、 皆はニヤニヤ笑うだけであった。数日後、いいことがあった政子が機嫌を直して、再び、皆に同じことを尋ねたが、皆は、不得要領に薄笑いを浮かべるだけであった。橋づくしは、陰暦8月15日の満月の夜、無言のまま7つの橋に願掛けをして渡れば、願いが叶うという言い伝えに従って4人の女が、橋を渡る物語であるが、三島幸男は、 自作について、なんとなく面白おかしい客観性を、冷淡で高画な客観性を、文体の中に取り入れたものだと説明し、短編の理想としていた、冷淡で、オチがあって、そして細部にしこりつていて、決して感動しないことを心情にして、できるだけ、それに忠実に創作したものとしている。エピグラフとして、男女が橋を渡りながら、死での旅へ立つ、近松門左衛門の、 天の網島の名残の橋づくしの宿の一節が引用されているが、三島幸夫は橋というものについて次にように語っている。近松の宿はこのように美しい。しかし我々の生きているのはコンクリートの橋と自動車の時代である。もともと近松の名残の橋づくしのパロディを作るつもりで築地近辺の多くの橋を遠査に行った私だが、予想以上に それらの橋が、没趣味、無味乾燥、修悪でさえあるのに驚いた。日本人はこれほど、公共建造物に何らの趣を求めないのか、と今更ながら呆れ返った。しかし死守は橋そのものにあるので、イニシエから我らの橋は、現世の橋ではなくて、悲願へ渡す橋であった。その限りにおいては、いかに不細工なコンクリートの橋であっても、強な保寸分も変わらぬしくお。 近松は書いている。短書き者は、我々が、この世の住居秋の日を、三島幸夫、橋づくしについて、西川小井三郎のために、舞踊用台本を書いた際には、擬曲の創作が、多数の語石や駒を盤上に走破せる、いわば、戦術家にも似た数学的頭脳を要する舞踊の、振付と同様に、高度の数学的頭脳が要求されるとして、以下のように語っている。 この台本は数学的特色を持つている。と言っても、初等数学に類するもので、四人の人物が七つの橋を完全にことなく渡り得るか、という数学的質問なのである。これが、下半、八木橋緑会で、恋、サブロ氏の振り付けによって上演されたのを見て、私は台本の初等教育に、見事な高等数学的回答が与えられたのを、見たのであった。 三島幸夫、橋づくしについてなお、橋づくしの着想は、当時3頭が交際し、結婚をしようとしていた女性から聞いた話からヒントを得て設定され、主人公、ま子のモデルは、貞子だと言われている。また、ま子が恋したい結婚を夢見ている、R という映画俳優は、市川雷蔵だという推測や、あるいは豊田貞子と付き合っていた。 三島自身が投影された人物という見方もある。豊田貞子は実際に料亭に市川雷蔵がよく来ていたことから俳優 R だと友人たちから雷蔵との仲を誤解されるから観光の際には書き換えてほしいと三島に頼んで見たところ R のつく映画俳優は日本にいないと思ってつけたつもりだったんだけど歌舞伎俳優まで思いが及ばなかったと言ったという。 橋づくしは、長編、金閣寺を書き上げた後の最も脂が乗っていた、時期の自信と余裕が垣間見られる作品で、三島の短編の中でも特に技巧的に優れ、評価の高い作品である。また、この作品には、様々な研究があり、偶意小説としての読みもなされ、死の領域から生の領域への移行を象徴しているなど、様々な解釈ができる作品で、最後に、 願掛けに成功したのが一番欲のなさそうな女中、皆だった意外性や、皆が何を願ったのか、最後まで読者にも明かされない終わり方も、相まって、多数の論考がなされている。初出当時の各新聞の文芸辞表では、平野健、山本健吉、うさぎみ、安蔵、三浦守門が、それぞれ、橋づくしを取り上げて、高評価した。平野健は、 下流会などで今も信じられている願掛けを描いただけの作品に過ぎないという辛口コメントもしているが、結末に至るまで心に濃い匠さで一貫した作品と三島の力量を評価している。なお、橋づくしの願掛けは三島の創作であり、下流会にそういった風習が常時あったという形跡はないため、迷信をありのまま描写したという平野の批評は疑問視され、 的が外れたものとされている。武田秀夫は、橋巡り、全体が一種の、すごろくゲームだとして、人物たちが、人生の象徴である川に連接する形で、区役所から、生命保険会社、病院、そして寺と、歩いていることから、生老病死を象徴しているとし、 川上から川下へと、生老病死の傍らを何も気づかずに通り過ぎて、行くという設定だと考察している。また武田は、7という数字も、カトリックの7つの滞在がイメージされているとし、それが、小泉の宝飾の罪、政子の邪院の罪、面倒狩り三叉の橋を選んで橋を一つ分、稼ぐという怠惰の罪などに継承化されているとしている。 佐藤秀明は、橋づくしの一年前から三島が、ボディビルをはじめ、この頃が、市の領域から、西の領域へ関心へ移行していた時期であったことを、鑑みて、七つの橋を渡り切った先の、悲願は、西の領域の象徴であり、三島の願いがさりげなく込められているとしている。そして、最後に橋渡りを成就させたのが、女中の皆だという意外性や、 天の網島のパロディを作るつもりだったという三頭が説明から七つの橋を無事に渡り得るとは原理的には生き延びることの祈願なのであると考察している。前田愛は三島が西川小井三郎のために舞踊台本を書いた際に言及したこの台本は数学的特色を持つている。と言っても初等数学に類するもので四人の人物が七つの 橋を完全にことなく渡り得るか、という、数学的質問なのであるという言葉から、有名な数学パズルを下敷きにした可能性が高いと、し、数学者オイラーが証明した数学パズル、イニヒスベルクの橋の一筆書きパズルと、橋づくしの七つの橋の関係性を指摘している。そして、この同じ道を二度歩かずに七つの橋を一回ずつ、 渡るような散歩道はあり得ないという不可能のパズルを下敷きにしたことで透明な願望を持つ三人が無残に挫折し見当のつかない願事を抱いている皆だけがこの論理を超越して幸運に恵まれるという皮肉などんでん返しが生きてくると前田は解説し舞台となった実際の街を眺めながら作中にきめ細かく描かれた 水の風景が全く失われてしまったにもかかわらず、唐橋となった橋の風景や建物はそのまま残っているという、時間の裂け目に思いを馳せ、数学的な人工性と古典的な美学とを巧妙に組み合わせた、橋づくし一辺を書き上げたとき、三島幸男はそうした風景を引き裂いていく、時間の秘密を原始してしまったかもしれないと考察している。中野優子は、 前田のパズル説を否定し、折口忍が研究した沖縄久高等の遺材法の祭りとの関連を論じている。高橋博美は中野の前田説否定を疑問視しながらも、遺材法との関連も興味深いものとして、三島が橋づくしを創作するにあたり、橋渡りの古僧として四つの物語への思いがあると考察して、近松門左衛門の 天の網島名残の橋づくし、橋姫伝説、数学パズル、京ニヒスベルクの橋、沖縄下高等の遺財宝の祭り、新所組織への加入式の7つ橋を挙げている。ダニエル・ストラックは作品の着想に関する様々な説のどれも決め手にかけるとし、完全に一致している仮説として、春と秋の悲願の夜に浅野川の天神橋から、 中島大橋の間の7つの橋を巡る石川県、金沢市の橋巡りの風習との関係性を指摘し、三島がこれを参考にしたと考察している。また、ダニエルは、三島自身の葬儀が屈しくも、築地本願寺で行われたという事実が、興味深いとしながらも、武田秀夫が唱えた、偶意解釈の生老病史をもとに、三島が童貞を決めたとは考えにくいとしている。 ヤギ稽子は、三島が言う、数学的質問に込められた意味について、前田愛の挙げた、数学者オイラーが、グラフ理論で明らかにしたケ緯にヒスベルクにかかる7つの、橋の散歩コースの、一筆書きの問題という純粋な、初等数学的な数学的問題の他に、三島が、舞台において、セリフを使いはずに、心理表現を行う、舞踊創作家の方法を、 多数の語彙やコマを盤上に走派せる、いわば、戦術家にも似た数学的頭脳と表現し、台本の初等数学に、見事な高等数学的回答が与えられたのを見たと、述べている点を挙げ、心理表現についての、初等数学、高等数学的な問題があることを考慮すべきと、解説している。登場人物たちが最初に渡った三好橋の、 銀座よりの北側の橋のたもとには、橋づくしの記念碑があり、彼女たちが渡った橋の経路の略図が示されている。ありがとうございます。